ゲームは何のために遊ぶか？というと、己への幸運を生成するため、ではあるのだが。ただ、昔のゲームは、例えば、ゲームを作る。それを操作する幸運を、できるはず、それで表現してしまった。現在では、それは無理だ、が分かった状態で、そのゲーム、それは微妙に、失意とともにある。昔は夢を追っていたのだ、それは幻でしかなくて。今でも、ゲームを作る、ところまでは、高揚感とともにある。でも、その先はないのだ。それを売ってお金持ち、には、なれない。それは独裁創作だからだ。それはもちろん書いてはない。求めているのはその先であるとき、そのロープは意味がなく、そしてその先へ至る道、それは相変わらず、あるのかないのかわからない。少なくとも、ストリート、それが売れればいい、そのとき。このロープは、今はもう。